アルミホイルを使って雲を作ってみましょう。アルミホイルをこのように裂いておきます。足の部分は指先で細く作っておきます。腹の中は玉状にしておきます。玉をこのようにしてアルミホイルで巻いていき、先を細くして、そこにまとめた足を置き、くるくると巻いていきます。足を曲げて先のところを爪でこんな風に型を入れると出来上がりです。ここからはアニメーションで見てみましょう。足や胴体を太くするとタランチュラも作ることができます。雲の図鑑を見ながら、いろいろな形の雲に挑戦してみてください。